本日は第1に社会保障改革について議論しました。薬価制度の抜本改革に向けて、民間議員から革新的な新薬を育てながら、そうでない薬の価格は抑制していくための仕組みのあり方など、さまざまな提案があります。塩崎大臣におかれては、本日の議論も踏まえ、創薬イノベーションの促進を図りつつ、国民負担の軽減と医療の質の向上の両立に向けて、年内に結論を得られるよう、引き続き議論を深めていただきたいと思います。第2に、経済対策の執行状況を確認しました。オリンピックなども控えて、建設需要が高まる中で、官民の建設工事をともに円滑に進めていくためには、担い手確保の取り組みや生産性向上の取り組みへの積極的な対応が必要だという議論がありました。石原大臣におかれては、引き続き経済対策の実施状況のフォローをお願いします。石井大臣におかれては、本日の議論を踏まえ、対応をしっかりと図っていただきたいと思います。第3に、骨太方針の骨子案を議論しました。来月に骨太方針を取りまとめられるよう、本日の議論を踏まえ、具体化の作業を加速していただきたいと思います。